なあ、おい。うん？寝てたのか？このように本基地は学校としての体裁が整っています。詳細は後ほどあなたたちの担当教官から説明があるので確認しておくように。偉い人の挨拶ってやたら長いよな。退屈だから話しねえか。出ないと寝ちゃいそうだぜ。いいけど何を？ここってなんかすごい才能を持った人たちが集められてんだろ。あんたは何がすごいのか興味あるな。何がすごいかって？何もすごくないよ。私は普通のどこにでもいる人間さ。ただただ音楽にかける情熱だけは誰にも負けない。それだけさ。おー、じゃああれだ、絶対音感を持ってるとか、人には聞こえない周波数まで感知できるとか、そういうやつだ。そんなすごい能力はないよ。音楽を愛してる、それだけさ。それだけでここに来れないと思うけどな。ギターを弾いて歌うことだけは得意だったな。バンドでギターとボーカルやってたんだ。案外学祭のノリで来れるんだな。あんたは？あたしかい？あたしは泉ってんだ。こう見えて腕利きのハッカーさ。オーキッドというハッカー集団の名は聞いたことあるかな？世界的に有名なんだけどさ。オーキッド！あんたオーキッド好きなのかい？あの伝説の劇場バンド、ギャッヤグリーボドドドドって叫び散らして魂を震わせる！違うよ。なんだよそのテンションの変わり方。それにギャイヤグレイボドドドドーって叫び散らすバンドなんて嫌だよ。いやいや、なんでさ、イライラが溜まってさ、もうどうにも自分をコントロールできないってなった時、お前どうすんだよ。どうするって、そりゃちょっとは他人に当たるかもな。普通ギャイヤグレイボドドドドドって叫ぶだろ。叫ばねえよ。叫んでもその言葉だけは選ばねえよ。でも黙ってるってこともないだろう。そりゃクソーぐらいは言うかもしれないけどさ。それほとんどギャイヤグレイボドドドドじゃねえか。いやいや、クソーとギャイヤグレイボドドドドには天と地とまでは言わないけど相当な差があるよ。なんだろう、そこを優先席なんで譲ってあげましょうよと、おめえいくつなんだよそこどけやーぐらいの差がさ。あんま変わんないじゃん。すっげー違うよ。おめえいくつなんだよそこどけやーより上あるか。あるよ。一生座るな、死ぬまで立ってろ、死んでも立ってろ、仮装して埋葬されると思うな、塗装で盾に刺す。あったー、死んでも盾、寝たい、死んだら横になりたいだろ。うん。って納得するか。ハッカー集団の説明1ミリたりとも進んでない。オーキッドの話させろよ。オーキッド、あんたオーキッド好きなのかい？あの伝説の劇場バンド、ギャッヤグレイボドドドドって叫び散らして魂を震わせる。コピペしたみたいに最初のセリフに戻るな、怖いわ。何回話しかけてもそれ以上は同じことしか言わない NPC か。もうちょい作り込みましょうってデバッカーに提案されるわ。そこギャーギャーうるさいぞ。なんだよ、素人にはギャーギャー騒いでるように聞こえるのかよ。聞こえるよ。それ以外に何に聞こえるんだよ。ギャイヤグレイボドドドドは魂の叫びだよこのクソが。いやいや、今時の若者のように唐突にキレるな。初日から悪い意味で目立ちすぎだから。ごめん、ちょっと興奮しちゃったみたい。もう大丈夫。
お前、そんなキャラだったのか。クールキャラだと勘違いしてたよ。人を見た目で判断するもんじゃないな。サンクス。全く褒めてないからな。やべえ、初日からとんでもない奴に話しかけちまったよ。ん？何の音だ？全員、防衛体制移行してください。防衛体制？なんだ、戦争でも始まるってのか？